お疲れ様です。クロスのりです。熱いです。よいしょ。はい、はい、今日もじゃあやっていきたいと思います。はい、はい、皆さんチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあね、今日タイトルにある通り、今日はね、夏の遺跡をちょっと見ていきたいなと思いますけど、はい、はい、まあシーズンももう半分を過ぎて、うん、もう後半も、はいはい、結構過ぎましたよね、うん、もう何試合か経ったよね、うん、多分19だから、そうでも4試合、後半戦も4試合ぐらい消化したところで、うん、まあちょっと夏どこも駆け込みの移籍をしていてっていうところで、やっぱり、まあ優勝を狙うチームに関しては、はい、まあね、海外に行っちゃった選手もいるとかで穴埋めもしなくちゃいけないし、うん、まあ、さらに優勝に向けての、まあ、最後の一手が欲しいだったりとか、はいはい、で逆に、まあ、下位に沈んでるチームは、うん、まあ、ここでちょっと、はい、やっぱもう今の時点ですごくうまくいってないわけなんで、うんうん、取るんだっていうところもあると思うので、うん、まあ、ちょっと今日は、まあ、はい、中堅というか、まあ、はいはい、中位のチームも面白い補強いっぱいしてるんですけど、うん、もう今日はあえて上と下に絞って見ていきたいなと思います。はい、はい、もうね、本当ここが最後のとこやけどね、マジでね、うんうん、ここで取れんかったらもう取れんけんね。そうね。ね、ラスト泣いても笑ってもね、あと15、6試合もうなってるんで、うん、じゃあ行きましょう、はい、見ていきましょう。まず順位ですね、こんな感じです、うん、ダン、うん、まあ、1位が町田、はい、2位ガンバ、3位神戸、はいはい、4位鹿島、5位広島というところですね、はいはい、どうやら今年さ、特に勝ち点がギュッとなっとるのもあって、うん、本当にまあ優勝争いっていうところで見ると本当に7、8位ぐらいまで下手したらありえるんじゃないかなっていうぐらいの感じになってますけどもね、うん、はい、で、まあ、下で言うと、はい、まあ、ちょっと札幌が、はいはい、勝ち点的には少し苦しいところもあるんですけど、これちょっと苦しすぎる ね、うん、結構ここ数年類を見ないぐらい、うん、ちょっと札幌だけが調子を落としてて、ね、で、まあ、京都、湘南、サガン鳥栖、岩田、うん、まあ、新潟、フロンターレ、うん、正直ここはまだ分からないかなっていう、うんうん、まあ、レイソルは少し抜けてますけどね、うん、はい、まあ、っていうところになっております。はい、じゃあまず1位町田なんですけども、うん、まあ大きな遺跡1個ありました、はい、平川、そうね、これはまあ仕方ないんじゃない。まあそうね、あ、まあまあ行くべきしていったというか、うん、まあイングランドに期限付きの遺跡ですね、うん、で、まあその代わりといってはなんですけど、インで杉岡が入ってきました、はいはい、ね、湘南からですね、はいはいはい、いいね、いや、めちゃくちゃいい補強だと思う、正直、うん、まあ、ただ平川の穴を杉岡が埋めれるかっていうと、ちょっとポジションがちょっと違うっちゃね。それはちょっとタイプが違うし ね、はい、で、ガンバ大阪ですね、はい、入りましたよ、ビーストビースト、ビースト、ビースト入ったな、はい、インでビースト、林大地、はい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 、シントトロイデン、すごいね。まあこれはもともと大阪は履正社よね、うん、ね、だけ大阪っていうのもあってガンバかなっていうところで、はいはい、うん、まあ、アウトで言うと、うん、まあ、山本がちょっとシントトロイデンに完全移籍っていうところはあったんで、まあちょっとは抜けたけど、うん、まあ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 、ここ林大地は大きいんじゃない。まあでかいやろね。で、後半に向けてちょっと面白いんじゃないですか、うんうんうん、勢いでそう。そうね、まあただ怪我がね、あ、そうなんや、すぐ出れるかっていうのは多分難しいから、なるほど、リハビリ中やろう、ね、あ、そうなんや、そう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 、詳しいね。そうだけ、そこがどうなる、リハビリでね、こっちに戻ってきようとかっていうのもあったけん、うんうん、多分それがどのタイミングで出す想定で取ったのか、なるほど、ね、もしかしたら終盤にかけて切り札として出してくる可能性もあるやろし、まあそうね、すごいよね、うん、やっぱアビを応援しとるとやっぱこういう取り方できんや。そう、ね、終盤頑張ってくれたらいいから取りましょうみたいな、できんや、うんうんうん、でもそこがやっぱ羨ましいよね。そうね。やけんそこがどこでこう使う想定なのか。はい、じゃあビッセル神戸っていうところで、はい、ビッセルは、うん、ほぼありません。ほぼなしやね。もうこのまま行くと。まあ、まあ主力の移動はほぼないね。ないね。うん、まだ減ってもないし抜け、うん、入ってきてもないっていうところで、うんうんうん、まあこのまま終盤、まあ3位やしね。うん、まあそう。何の問題もないよね。まあメンツ的にはこのままでまあいい、ね。全然穴はないけどね。余裕も余裕ですよ。うん、はい。鹿島アントラス。はい。まあ、ちょっとこれ言っていいか分からんけど、はい、三沢健とかまず新加入、まあ、これは言ってんやけどね、うんうん、まあ、まあ、三沢が戻ってきたっていうところで、はいはいはい、まあ、鹿島からしたら嬉しいでしょう。いっちゃんでかいやろねえ、うん、なんかそのそれこそ精神的にもでかいし、うん、いや精神的に一番でかいと思うよねえ、やっぱ鹿島といえばみたいなとこもあるし、うんうん、なんか最後ここあと順位 1,2 個まくるための鍵としてはめちゃくちゃいいかなと思って、
って、うん、まあ、これあと言っていいか分からんけど、はい、佐野海舟が、はい、まあ、マインツ行ければっていうところですね、はいはい、そうね、うん、で柿田も出たけんね。柏ちょっとこれ意外やったくない？折ってもよくない？まあ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 、でもさ、やっぱストライカーとして、うん、やっぱこう一番でありたいっていうか、まあこう中心角でありたいや、うん、ストライカーとしてさ、まあ鹿島と言ったら鈴木優馬みたいなのがやっぱ、うん、そういうなってしまうのがやっぱ柿田的にはもっとやっぱこうやりたいんじゃないかなっていう。それかもうレイソルが猛プッシュしたから、うん、いやだけどそれを猛プッシュしたいと思う。やっぱ柿田にちょっとうちで、はいはいはい、やっぱセンター、ね、フォワードするのは分からんけど、うん、そこでちょっと活躍してほしいっていう、ね、もうアピールがちょっとめっちゃ意外やったよね俺これが。あ、やっぱ勝ったのかもしれん。なんかもう少し今シーズンは引き止めてもよかったのかなと思ったけど、うん、だけどオリンピック終わったら細谷が移籍するんじゃない？まあそれはあるね。ね、だそれ待ちもあるんだよ、うん、正直ね。それは絶対あると思う。やっぱタイプ的にも近いというか、うんうん、遠くない部分もあるし、ちょっと意外にここがっていうの、ね、うん、まあ、木下もおるけんね。あ、そうね、うん、まあ、無理してなんで書きたやろうって気はしたけど、うん、まあ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 そんな感じですかね、うん、はい、はい、で5位の広島、はい、ここまで見たいですね、はい、は実際とインがまだなしというところですね、はい、でアウトが、まあ、でかいとこがやっぱり河村じゃないですか。まあそれはね、ザルツブルク、これもでもしゃーないよね正直な。まあまあ行くやろ、うん、だってめちゃくちゃ良かったもん、うん、ここ数年の河村マジエグかったって、うんうん、でまあ、ちょっと残念ながらね、移籍してすぐ怪我しちゃって、うんうん、今人体やろやってるみたいで試合には出れないらしいんですけど、はいはい、まあ、ちょっと不運というかね、うん、せっかくの海外挑戦で、そうね、まあ、うまくいってほしいですね。俺川村好きやし、うん、いや、うまいしね、ね、顔バカかっこいいし、うん、俺好きなんでちょっと頑張ってほしいですね、うん、まあ、野津田さんもね、まあまあ野津田さんはまあ、はい、言いましたね、はい、移籍した、まあ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 って言ってましたね、まあ、川村やった、はい、すごいね、はい、っていうとこですかね。まあでもサンフレはもうさ、うん、なんかその夏とか以前にさ、やっぱり割と動き少ないやん、うん、そうね、してやっぱもうある、もうある程度形ができて、ね、しまったわけね。まあ、まあ言ったらでかいとここれぐらいかなっていう気がしましたけども、うん、はい、じゃあ次行きましょう、はい、じゃあ次下位の方を、はい、見ていきたいと思います、うん、まず下から5番目ですね、はい、次の岩田、岩田ここはね意外と取ってるのよ、はい、まずクルークス、いやこれちょっと意外やったよね。ちょっとアビサポからしたら羨ましかった ね、うん、ね、意外な、ね、ここでクルークスみたいな、ね、思った、うん、やっぱここはもう戦力として見てるんじゃない、まあ、正直 ね、一撃持っとうけんね、ある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 、うん、一撃あるし、やっぱそこに期待したい部分もあるんじゃないですか、うん、であともう一人で言うと、ハッサンヒロ、はいはいはい、イスラエル人みたいですね、はいはいはい、188センチのやっぱこのセンターバック、うん、はい、センターバック、ま、そう、まあ、後半に向けてやっぱ攻撃と守備で、うんうん、まあ、外国人スケットの力を借りようとしてるんじゃないですか、はいはい、まあでもまあ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 すごくいいんじゃないかな、はいはい、ちょっとこの選手がどこまでなのかは分からんけど、やっぱ強さって大事やけんね、うんうん、アビスパのグローリー見てもらったら分かると、ね、やっぱ絶対大事なんで、うん、続いて、はい、サガントス、トス、まあここじゃないですか、清武、清武でかいねこれは、ここですよ、でかいよこれは、強いね、ああでかいよこれは、うん、もう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 、ただただよ、うん、どこまでできるかなって気は、ね、正直今やっぱセレッソでももうド主力ではなかったけん、まあそうね、まあ、本当に何を期待してるのかって、うん、まあ、経験だったりとか、うん、まあそういったところ、ね、まあでも経験で言うとそれこそ本当に今ね、セレッソ一緒チームだったら丸橋とか、うん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 、その、まあ、藤田さんとかもおったりするけん、うん、まあ俺的には割とこうガッツリ使いたいんじゃないかなって思うけど ね、あの清武を、ちょっとあの監督くせ者やけん、ああ、まあ、清武をどういう使い方してくるのか、ね、ちょっと見ものではある、まあ、ゴール前のクオリティを上げていくんじゃない、まあまあそうね、使ってそれかも去年でいうと小野裕二みたいな、ああまあまあそう ね、うん、ちょっと使い方をしていくのかもしれない、うんうん、ちょっとゼロトップ気味のみたいな、意外と、うんうん、まあ、どうなるか楽しみ、まあ、清武弟もおったし ね、そうね、あの鳥栖にはね一時期、まあまあ飛安がおるけんそれをやっぱ活かさせたいよ ね、なるほどね、清武を使ってやっぱ、うんうん、より一個上げたいっていう感じね、うん、はい、と、はい、あとビキンタス・スリウカ、はい、こちらはギリシャのチームから来たリトアニア人みたいですね、うん、29歳、はい、まあ、こっちもだからさっきのジュエルと同じくでやっぱ強さじゃないやっぱ、うんうん、ミッドフィルダーらしいんですけど、まあ、中盤で狩るタイプなんかな、まあ、ボランチが主戦場らしくて、うん、だからまあ中盤のちょっとどっちかというと深い位置というか、はいはい、下の方でやるタイプなのかなっていうイメージで、まあ、全然わからん、まあまあ、あの川原
がね、もしかしたらその移籍とかっていうそういう噂とかもあったりしたし、もう本当下手したら来年とかっていうのは絶対あると思うけん、そういう意味でのこういう中盤の補強とかもあるかもね。やっぱもう狙っては俺やろうね、うん、はい、湘南ベルマーレなんと、はい、なんと、はい、インがまだありません。湘南らしいだこれは。でむしろアウト、うん、杉岡ここよ、はい、どないすんねんと、はいはいはい、どうすると思う。どうするも方もないよ ね、 ね、もう湘南はもうね、うん、もう湘南はもうおる人で戦うスタイルやけん。そうよね、うん、いやこれ取らんとかいな誰もね、うん、京都サンガ FC、うん、まあ、ちょっと動きがありますね、はい、ここは、まず囲い健太郎、いやこれこれはまあ知らん人は知らんやろな元アビスパにもいたし、はいはい、セレッソにもいたし、はい、っていうゴールキーパーっすね、はいはい、で結構サイズもあって面白いんですけど、うんうん、まあ、ちょっと J2 とか J3 に行ってて、うん、やっとここで J1 に上がってくるっていう、うん、ちょっとまさかの展開でしたけど、いや、はい、で、名古屋から米本、米本、はいはい、はい、でブラジルからラファエル・エリアスっていう選手を取って、はいはい、まあ、3枚補強してるっていうことですね、はい、次ラストコンサドゥーレ札幌、ちょっとここがやっぱ勝ち点差で言うと、はい、うん、だいぶ差がついてるんで10やろ、そう4試合どうやってまくるんだっていうサポーターからしたらなってますけど、うんうん、まあまあでも全然あると思うけど、ね、そうね、うん、その連勝すればじゃあまず1個ずついきましょう、はい、ここね選手実は5人獲得してて、はい、まずパイミング、うん、左利きのサイドバック、はいはいはい、あ、兵役終えたばっかりなんやって、元韓国代表じゃ左サイドバック、うんうん、なんかあの坊主の選手しか俺イメージないけど、まあ、名前ですチャドリね、チャドリチャドリ左じゃなかったっけ、右か、長友が左でチャドリとかお前めっちゃ覚えとるやん、あれおもろいけどなあのマッチアップね、うん、いやなんか韓国のサイドバックイコール俺もチャドリやけんさ、うん、チャドリ対長友バレおもろいけんやばいね、マッチマッチのスピードの戦い、アジアカップかなんかでしょ、めちゃくちゃおもろいけん、もうチャドリの話はよくてで左利きで主に左サイドバックで、うん、まあ、札幌は3バックなんで、うん、まあ、センターバックの左とか、うん、左ウィングバックでの起用が予想されてますと、うん、で A 代表には2022年の3月、はいはい、ワールドカタール大会ですね、うん、の最終予選とかでも初選出されて、まあ、その後もメンバー入りはしてるっていうところなんで、うんうんうん、まあ、期待できるんじゃないですか、できる ね、 ね、韓国は、うん、まあ、代表強いし、うん、それで代表入りすることはやっぱ結構よっぽどじゃん、うんうんうん、期待圧ですね、はい、で白井陽とは琉球から来ましたね、はい、うん、結構天気めと思うね、あ、そうなんや、うん、あ、フォワード、うん、あ、フォワードですやん、そうそう、ガンバのアンダー23とかにもおったんや、そうそうそう、大阪市、で次ジョルディ・サンチェス、はい、まあ、ポーランド一部から移籍してきたジョルディ・サンチェス29歳、はいはい、スペイン出身らしいですね、うんうん、まあでもまあもう練習試合とかでもゴール決めたりとかしてるみたいで、うん、すごくなんかもう馴染んでるっぽいよ結構、はいはいはい、で来日を後押ししたのは同じスペイン出身の J リーグ経験者、はい、ダビド・ビジャ、セルジ・サンペールだったそうですね、面白いね。で次がフランシス・カン、はい、ガーナ出身のですね、はいはいはい、そっちね、フランシス・カン26歳、はいはい、まあ、両サイドできるサイドハーフみたいですね、ポルトガルだったりとかサウジアラビアでのプレー経験も得てますと、うんうんうん、で昨シーズンはポルトガルの2部で29試合出場で1アシスト、はいはい、という結果です、うん、というところで、まあ、ちょっとどうなのか全く分かりません。エミレーツクラブに移籍してた大崎レオが、はいはい、神戸に復帰というところで、はい、まあ、ちょっと期待できますね、これもね、うん、まあ、安定、まあ、J リーグ長いんで、はい、まあ、ここはもう間違いない補強じゃないかなっていう感じになっております。まあ、一応こんな感じじゃないですか、大体の補強の感じは、はい、うん、どうでしょう、それを踏まえて優勝予想、ガンバかな、いやー、わかる、ちょっと今年ガンバいいよね、雰囲気も、うん、勢いがあるし、やっぱうさみがすごいね、うさみが乗ってる、うさみが崩れんかったらこのままいきそうな、そうね、まああと林大地も取ったしね、やっぱちょっとここが面白いかなって思いますね。じゃあ降格争いなんですけど、はい、まあ強いて言えばこっから一つ、うん、なんかちょっと抜けるんじゃないかなっていう予想ありますか。あ、抜けていく、うん、抜けていくのはやっぱもう湘南じゃない。あ、湘南、うん、補強してないよ。いや、してないけどやっぱもう職人やけんね、湘南はまあね、多分ね、この3年ぐらいでさ、YouTube しとって降格争いってなって湘南毎回毎回おる、毎回おるけど、毎回抜ける、そうね、でもそれと札幌もやね、結構あるとね、そう、
湘南もやきつから難しかろうとかって言うのに残るちゃんね。いやそれわかるわ。いや俺一番ギリギリを生きよう気がするよ。すごい。でも今年の昇格組すごいやん、うん、岩田もヴェルディも、まあ、町田も全然入る気せんし、ね、今のとこ、うん、すごいとこではあるよね本当に。だから俺でも湘南はやっぱり毎年やけど16位17位で終わるんじゃないかなっていう予想が俺ね意外と。でもね、うん、札幌はこのまま終わらんと思う、うんうんうん、やっぱこの外国人選手たちが俺ちょっと一発あるんじゃねえかなって、うん、いやー、ね、いや俺もあると思うけど結局上とか12ぐらい11、12やっぱりひっくり返さない関係、ね、まあ間に合うかなっていうのが、まあうね、まあ上ももちろん勝つね、そこ力が最後あるけん、ね、上がっていくっていうのに対してどうなるかなっていうのがちょっと、ね、なるほど札幌はなるほどね。はい、まあね、そんな感じで、はい、まあ、ちょっと後半あのこの新戦力がどう出るのか、うん、まあ、見た人がいたらコメント欲しいですね、はいはい、まあ、僕も結構期待したいなと思っております。はい、はい、というところでまたじゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。